ちょっとマックス。いけい、オッケー、いけた。はい、ということでご利用し完了でございます。はい、よし、オッケー、リアチケット回収でございます。いけたわ。はい、よし、じゃあ早速本題に入りましょうか。さあ、ということで今回もやってまいりましょう。どうも、ダルクございます。ということで今回はスマホ版にゃんこライセンスをホマカの方でやっていくわけなんですけど、ということでギリギリなんですけれども、続教習ステージの方終わらせましたので早速本題に入りましょう。で、今回やっていく内容に関してはですね、こちらでございます。まだまだ証拠りもなく、超極猫祭の方を回していこうかなと思います。見てお気づきかなと思うんですけども、まあレアチケットだったり猫缶の方がちょっと壊滅的な数字なんですけど、ちょっと今からですね、大感謝パックと、超限定セールでございます。これちょっと今全部買ってこようかなと思います。これでまあちょっとはガチャ回せるんじゃないのかなと思うんで、もうこれでとりあえず、本若では、多分最後の、超極猫祭になるかなと思うんで、最後の最後に、まあ、出てくるかわかりませんけれども、まあ淡い期待しながらやっていこうかなと思いますので買ってきます。よーし、ということで購入完了でございます。合計いくらだったっけな。まあこの超松の1万円パックよりは安かった気がします。多分800円ぐらい。まあいや、そんな計算してる場合じゃないですね。しかもこれさ、もう限定パックも残り時間がね、もう9時間とね、もうちょいぐらいで、販売終了なんで、まあちょうどいいですね。よし、ということで戻りまして、おー、猫缶の方が増えましたね。893から2000。で、これが梅か。で、梅で竹でございます。はい。おー、レアチケットも14枚。これはでかいですね。そんでもって、ちょっとにゃんこ、なんだこれ。猫缶だ。猫缶が出てこなかったんですけど、猫缶がちょっと微妙だね。これ4500だったらさ、ぴったし回せるんだけど、どうしようかな。これなんか微妙だね。じゃあちょっとにゃんこ図鑑でさ、もしかしたらニューになっているキャラクターが何体かいると思うんで、ちょっと一旦ですね、ちょっと回収できるか見ていこうかなと思います。ちょっとガチャね、するまでちょっと時間かかるかなと思うんですけども、ご了承いただければなと思います。あ、いないか、もしかしたら。嘘。いないか。いやー、いてほしいところ。頼む。頼む。いない？嘘。嘘でしょ。まあ、いた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 。はい、古びた卵。よし。かろうじて1個ありましたね。まだ来てくんない。あったあったあった。おー。なんだっけこれ。メタルスラックのあれですね。コラボキャラクターですね。もう完全に。アレン・オニールも見なかったんですね。久々にちょっと見た気がしますけども。そんでもって、まだあるかな。あと200個。200個欲しいところ。あ、なるほど。服部半蔵でございます。解放してなかったんですね。で、あとは、いろいろまだいますね。超撃に関しては。いや、でも無理か。無理か。これは、ギリギリ、4500、これ、無理じゃないこれ。いやー、行きたかったなー。でももう、これ以上は、ちょっと、お課金はしたくないんで、まあ、無理だったら諦めようか。そしたらね、もうまあまあ、また残った猫缶はまたね、なんか次のなんかのガチャの方で使えればなと思いますけども、なんかこれもう無理っぱいでしょ、これ。ほら、4500、ちょっとこれはきつそうだな。いやー、なんかギリギリダメそうですね。そんでもって、黒御霊、炎、そんでもって黒炎でございます。あ、ギリギリっていうか、まあ、微妙に足りないな。ちくしょー。まあそんなこともありますよね。あとなんか他にあった気がするけど、ちょっと思い出せないんですけども。まあいいや、じゃあもう回すか。もう前置きもクソ長いんで、早速ですね、やっていきます。じゃあまずは単発で、回していきましょう。14枚ありますので、これ全部使っていきます。じゃあ行きまーす。はい。で、その後にですね、とりあえず、11連編の方入ろうかなと思いますので。いや、どうだろうね。まあ、最後の最後だからさ、できれば悔いのないガチャにしたいんだけど、まあ、こればっかりはもう完全に運だからね。もう完全に運だから、まあ、出てきてくれればいいなーなんて思うんですけれどもね。まあ、でも、ね、1回から3回ですね、カンカン出てくるのなんでこんな出てくるの。まあ今回は多分第4弾かなとは思うんですけれども、まあ意外とね、1から3弾まではね、割とね、いい引きしちゃったからね、限定キャラクターも引いちゃったしさ、サバーカの方でもね、伝説来ちゃったし、
まあ最後の最後は多分もうあれじゃない、運が干からびてる可能性もありえそうだけれども、でもかすかな希望をかすかな希望を胸にちょっとやっていくぞ、頼みますよ。さあ今のところは何もないですね。あないか、これ残り時間ギリギリでやった方が良かったかな逆に。でも起きれる自信がない。あー、おー、カサージ像だ。おー、ここで来るんですね。うわー嬉しい。そんなにプラス触れてないしね、カサリゾウに関しては。これでプラスなんだ。もうちょっと出てたような思い出があったんですけどもね。マジか。もっとちょっと来てほしいところなんですけどもね。あとは何回も言うんですけど、オコルガが欲しい。うわーハデスだ。あは、ついに来ました、ゾーンが入りましたね。これゾーン入ったらこれ絶対ハデスでございます。ハデスもなんか久しぶりだな。結局このキャラクターもね、1年前か2年前ぐらいに使いますって結局使わなかったキャラクターなんでね、このキャラクターも、そうですね、ネタに困ったらやろうかなと思います。いやまあその前にも使おうかなと思いますけどもね。そう、なんかやろうかなって思う時にやらなくちゃいけないことがいっぱい出てくるんでね、結構タイミングがなかなかね合わないんですよね。それがねいい時にやればね、まああとは誰かが編集してくれればもしかしたらやれるかなと思います。また他力本願でございますね。あ、いや、さあ残り単発も残りわずかでございます。おおたねこでございますね。もう第1弾から結構ねかなりねこのキャラクターは出現率が高い気もしますけども、まああんまりプラスが触れてないんでね、まあその辺は全然いいかなと思いますけども。あ、もうないかな、もうハデスで終わりじゃないですかね。はい、単発ラストでございます。さあラスト1回は演出はなしでございます。さあ、はい、スイマーでございます。まあまあまあ激レアだったらいいんじゃないですか。よし、オッケー。じゃあこっからだよ、こっからでございます。11連でございます。さあということで、まあ、できれば演出が見たい、いきまーす。はい、さあどうでしょうかね。あ、ダメだね。はい、おーっと、あ、持ってない持ってない持ってない。これギャラクシーギャルズのあれですよね、新敵じゃねえよ、敵じゃないよ、味方だね。結構最近に来た鉄カゴのペガサでございます。そう、これね当てられなかったんですよね。おー来たー。もう満足なんだけど、ちょっとめちゃくちゃ満足なんだけど。いや、まあいいや、じゃあとりあえず最後に使おうかなと思います、せっかくだからね。いや嬉しい、よかった。かぶりじゃないだけ全然いいですよ。いやいいね、やっぱ当たら、あー、カッパーちゃん来ましたね。なんでこんなギャラクシー連続でございますか。わかりませんけれども、特に何も関連性はないかなと思いますけどもね。いやー、この調子でさ、あとはさ、怒るがかカオルガが来てもいいんじゃないですか。ダメかな、本当にちょっとほんわかの方で使いたいんだから。いやダメか、あ、ダメ臭いな、これはもう終わりかな。いやー、あ、まあない、ないよね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 、ああ、言われてる。じゃあ多分今回これで最後かな。はい、最後11連でございます。じゃあ行きます。はい、まあね、ちょっとね、切りよくね、ガチャの方をね、終わらしたかったんですけども、ちょっと他にね、ちょっと猫缶の方が回収の目処が多分立たないんで、もうこれで終わりにしようかなと思います。なんか課金するのもね、もうちょっとあれかなと思いますので、もうこれぐらいにしておこうかなと思います。もうこれ以上やったらもう歯止め効かなくなっちゃうんでね。はい。さあ、最後の11連、できる限り何か来て終わりにしてほしいところなんですけども、あ、これは、ちょっと怪しい流れじゃないですか、これは。これあ、おとなしくペガサを使えってことなのかな。なんかそんな感じしそうだな、これは。あーあ、はい、もう運がないですね。もう終わりだ、これは。終わりだ、終わりだ。あ、いや違う、来たけど何体目だお前は。ボンバーズでございます。これで7でございますね。まあまあちょこちょこ使うキャラクターだから全然いいんですけどね。はい、ということで最後の多分衝撃はボンバーズで終わりじゃないですか。はい、終わりでございます。はい、ということで終わりでございます。てか待って、超極猫祭って残り期間めっちゃあるやん。あと残り4日残ってんだけど、じゃあこれワンチャンあるぞこれ。これで最後とか言ってるけど、これもしかしたらその多分残り期間のうちに多分1500になると思うんで、なんかの動画のおまけコーナーかショートでやろうかこれね。もしかしたらまだやります。来た、終わり、終わり詐欺でございますね。ということで、じゃあこっからはちょっとね、鉄カゴのペガサの方、使っていこうかなと思います。まさか出てくるとは思わなかったからね、ちょっとびっくりしましたけれども、じゃあ早速、どこだっけ、鉄カゴのペガサ、あれだ、ちょっとまだあれだよ、貯蔵庫だよ、ちょっとまだ使用してなかったね。じゃあ行きましょう。はい、
よし。で、この辺は全て NP でございます。お、今回のガチャでだいぶ NP 回収できましたね。これはかなりでかいです。さあ、鉄かご、はどこでしょうか？あ、いました。こちらでございます。じゃあ、とりあえず第2形態をさせていこうかなと思います。第2形態は何だったっけ？なんとかのペガサだよね。できまーす。はい。ということで、鉄かごのペガサ。なんだこれは。ちょっとギリシャ文字が苦手なんですけども。まあ、ペガサでございます。ということで、じゃあ、早速ですね。使う前に、そうだ、前のこれ、下のテキストの方を読んでいこうかなと思います。じゃあ、第一形態から行きましょう。帝国の名だたる公爵家出身の病弱少女。即断即決で放たれるレーザーはいかなるものも退ける。召喚能力を持ち、浮いてる敵とゾンビの攻撃力を下げる。っていう感じでございます。あれ、待って、召喚能力持ってんのこいつ。おー、そうだったのね。でじゃあお次第2形態でございます。大人の思惑や謀略に心を閉ざし付き従う少女。外から聞こえる少女たちの声に自由への渇望を抱く。召喚能力を持ち浮いてる敵とゾンビの攻撃力を下げるっていう感じでございます。あ、マジか。まさかの召喚能力だったんだね。じゃあ別にさ、あのイザナギとかイザナミね、これはアカウントで出なくても、まあその代わりに召喚能力持ち当たったから、まあいいか。これで満足でございますね。そんなもてゾンビキラーなんですね。まあちょっと召喚ですね。多分若干見た目が変わってるのかなと思うんで、どんな感じなのか、まああとはペガサの攻撃モーションとか見ていきたいんで、じゃあ早速いつもの手順の方で使っていこうかなと思いますので、移動しましょう。さあ、ということで、早速使っていきましょうか。コストに関しては4050円でございます。じゃあ、とりあえず生産できるまで待ちましょう。よし！じゃあ、早速出していきますよ。じゃあ、来まーす。はい！ということで、攻撃モーションに関しては、あー、本当にレーザー攻撃しましたね。これは破壊力半端ないな。これいいね。なるほどね。多分第一形態も同じレーザーを放つんじゃないのかな、多分ね。まあ第一形態のモーションに関しては今回は割愛でございます。まあまた後で確認しておこうかなと思います。すごいなこの威力。あー、であとそうだ、召喚見ていきたいんだけど、どうしようかな。せっかくだからあれだね、敵のあの城に近づいたら、あれですね、召喚させていこうかなと思いますので、ちょっと待ちましょうか。あともう少しでたどり着くかなと思うんで、とりあえず待ちましょう。じゃあどうだ、そろそろいいんじゃないですかね。もうちょいかな。よし、じゃあここで出してみましょう。はい、っていうことで、あー、やっぱりちょっと違うよね。なるほどなるほどなるほど。あー、もうダメか、このブラックマン無双にこれは。まあいいや、そんな感じでございます。まあいいですね、このさ、精霊がね、やっぱりキャラクターによって若干ね、そのなんかなんつうんだろう、見た目が若干変わってるっていうのもなかなかいいですね。また今後ね、召喚持ちの方も出てくるかなと思うんで、そしたらまあ当てられればなと思いますけど、じゃあ終わりしましょうか。もうめちゃくちゃフルボッコされてんだけど、もう戻ろう。じゃあまたとりあえずですね、まあこちらの鉄かごのペガサに関してはまたなんか違うステージの方で、別の機会で使っていければなと思います。ということで、今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。んパスタ。